ってこれを買ってエンジョイクッキングパンケーキ作りましょう。手早く薄力粉と卵を混ぜて、あれを買ってこれを買ってエンジョイクッキングパンケーキ作りましょう。手早く薄力粉と卵を混ぜて、あれを買ってこれを買ってエンジョイクッキングパンケーキ作りましょう。手早く薄力粉と卵を混ぜて、あれを買ってこれを買ってエンジョイクッキングパンケーキ作りましょう。よし、オッケーかな。こんばんは。こんばんはじゃないか。こんばんは。あ、でも今、モースさんこんばんはって言ってくれたから、こんばんはでいいや。こんばんは。あ、だけど、珍しい。ドラマ配信。よろしくお願いします。ついに来ましたね。ポップンパック。マジで嬉しいんですけど。ちょっと、どないしようというわけで、まあ、数曲、圧倒やって。高俊さん、やばいことを今考えてしまったので。なんでしょう。ギドラに関係する話ちゃんとよろしくお願いしますね。はい、さあ、で、しかもあれですよ。ああ、あるあるある、もうある、もうある、ちょっと待ってくれよあの、前にですよ、前にですよ、アイブアルーザーもね、マジで嬉しい。昨日BMS の配信して、その時にあのリスナーさんから教えてもらって知ったんですけど、いや狙ってますね、完全に。そらやるよ高俊さん、やっと聞こかのか。あー、アイムアルーザーでしょ。そう、長かったよ本当にマジで嬉しいんだけど、とりあえず今日の配信はまあちょっと短めにはなると思うんですけど、まあアイマルーザー解禁して2回ぐらいやれたらなっていう感じです。よろしくお願いします。というわけで、じゃあアップとしてもういつものあれですよ。もうこの配信のアップといったらもうね、これですよね。はいスラブさん、こんにちは。あ、皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。いいパックですよ、本当に今回。今回もか。しかもアイマルーザーもね、来たんで、今日はその解禁も目指していこうと思います。よろしくお願いします。あ！たかきゅんさん、最近流行りの東京シャンディランデブのインストによっては、お台場に合う説が湧いてきてます。待って、ちゃんと認識できなかった。後で見ます。ドラムの左側をもう少し開いてもいいかもしれない。いつも電子ドラム畳んでて、で配信やるたびに開くんですけど、開く幅が毎回違うから、今なんかめっちゃ左側が、あの、体詰まってる感じ。この曲？それともさっきなんか言ってたやつ？たかきゅんさん、今やってる曲。あ、今やってるやつ？もうなんかシャッフルっていうのもまたね、がありますね。もう今のとこ好き。マレッカさん、床にバネしてもろてマレッカさん、こんにちは、いつもありがとうございます。バミルか。ゴーちゃんさん、 6.5 音って思ったより難しいんだな。タカキュンさん、実はシャッフルリズムに弱いんですよ私。あ、そうなんですかじゃあもう持ってきましょう、持ってきましょう。コウちゃんさんもいつもありがとうございます。これ 6.5、 あ、 6.55 か。まあ、これはシャッフル慣れてたらみたいなところはまああるかもしれないね。ちょっと待って。ちょっと。曲を選んでください。はい、ちょっと調整して。すごいな、体がちょっと詰まってる感じしたんだよ。こんなもんか？今
今のは粉もん屋やったから行ったわけではないですはずあと2曲ぐらいやろうかな。ああもう最適な曲があるんですよね、あのパッドの位置とか感覚使うのにね、これですね。赤ちゃんさん思わずダジャレ行っちゃうよね本当に。あ、よさそう。ハイターモードでやりたいぜ。グレめっちゃ出る。ハイターに1アップにちょうどよってお世話になってました。お、やっぱそうですよね。こう無理ない譜面で体温めるのにも最適。そして何より曲がいい。自分もアップの時は必ずあの1曲目のどっかにはこれ入れてましたね。うん。パッドの位置はまあいいでしょう。ちょっと縮めるか。オッケー。さあ、あと1曲。あ、パンケーキやるか。お、マジ好きなんすよ。ねえ。ちょっと待って。ちょ、マウス逆だ。端っこに寄せとこ。はい。いや、ヒバパンケーキメイキングで、あの、みんなが思ってる以上に好きですねただもうラストが難しすぎる。もうマジ大好きこの曲。ロング欲しい。うまい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 。バイキングパウダーだよ。ここじゃなくね、ここじゃなくね。ここクロスでさっきのとこ難しいですよね。取っちゃうんですけど。便利な言葉使わせてもらうと離脱した
最後の発狂の入り方すごい難しいんですよね、あそこ。初めて繋がったわ。ラッキーラッキー。ちょっとあれかな、なんかスネアの感度が良すぎるかもしれん。曲を選んでください。さあ、まあ、十分体は温まったので、ちょっと感度調整したら始めましょうかね。いや、いつかフルコンしたーい。マレッカさん、感度3000倍、交渉さん、面影橋助かります。ドラム君ぶっ壊れてしまうわ。あ、面影橋でしょ。なんとね、私知らないんですよ、その曲まだちゃんと。いや、あのね、今回のバックキープ、その15曲中ね、知ってるの4曲ぐらいしかなくて、もうだからすごいありがたい。まあ、こんなもんにしときます。はい、もうめっちゃ体熱いよ。さあ、もう、0と1の鍵の歌、もうマジで待ってた。本当に、もう今回のパックで一番楽しみ。最後に残しとく？いやー、でも最初やりたいな。ちょっと。あ、最初、ハルモニアにしましょうか、ハルモニア。マレッカさん、感度3000倍。コウちゃんさん、面影橋助かります。大事なことなんで。さあ、じゃあ、やっていきますか。いやー、待って、高っ！嘘！ 9 もあんの？ハルモニアは？出た、出た、8.40。なるほどね。あ、で、これもうめっちゃ楽しみ。ハルモニアオープニングにぴったりですね。ね、ちょうどいいですね。先にやりましょう。で、この曲。マレッカさん、やっぱ、空隅のひよどりと、よ。どこ？今あった？あ、これですね。朝日か。いや、ほんとね、知らん曲多い。あ、これは知ってるけどさ。半分くらいかな？じゃあ、改めて見たら。よし！もう 8.40 でもうクソ嫌な予感しかしてないけど。いきまーす。いや、まさかこれできる日が来るなんてね。思わなかったよ。もういい試みですね。もう早くボリューム2も出してほしい。マレッカさん、どっちの 8.40 かな？どっちかな？あっ！ももちもちもちさん、ムービーある。うそ！神神神！こうちゃんさん、最近気づいたんですけど、もしかしてこのゲームの 8.40 って受け入れ先ですか？かもしんない。確かに。めっちゃ楽しい。うわー、画面がにぎやか、最高。マジ大好き、ムービー。アームリアル。マジ。あ、むずい。あれですね、3000円の元取れましたわ。いや、マジで最高。いや、もうどっちの 8.40 でした。これはね、リーフメンダー。マレッカさん、ニデラは汎用だったよね。甘い。そう、ニデラ汎用なんですよ。山尾さん、早すぎるよ、元取るの。山尾さん、こんにちは。いや、これはもう取れましたよ、完全に。あ、こうちゃんさん、これはね、甘い方の 8.40 ですね。
いやマジで最高なんだけど。いやもう曲もいいしムービー来てくれたのもマジでありがたい。あもう最高のボルテージですよ。あお疲れ様でございます。いやあんまりこううるさくしないように頑張りますね。いやもうこれもさすごい好きでね、もうもうサビ前のこれですよ。え、ちゃんとこの余地あるよね、大丈夫。ノーツてか音な、これ以外なってないもんね。南極騒ぐか楽しみで仕方ない。もうマジ好き、この曲も。もうむずい。おお。あ、むずい。うわ、むずい。うわなんか想像と違う。あーうわー嘘。あいや違うくね、違うくないですか。おぼろがきを追う雲のレッキングがなんか見た感じ 8.80 としてはなかなかぶっ飛んでたんで楽しみ。マジちょっと後で焼くよ。いやノーツとして置くのは違くないか。むずいし、ノーツとして降ってくるってこと？あー、うそむずい。うわーちょっとがっかりしたわ。いやー、うそー。いやー絶対ダッ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 ってこうでしょ。もうこれをすごい楽しみにしてたのに。寿司持さん、春霞さんが泣いてるのマイク食べる曲ぶりに見た。グッドさんこんにちは。いやこれはマジでショック。いやもう楽しみすぎて概要欄の1行目にも書いてる。マイク食べる曲なんだっけ。あの BMS なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらです。もうタイトルすら覚えてない。嘘よ。嫌な意味ででかい声出るわ。曲を選んでください。いや絶対これでしょ。スナブさん、海譜面もノーツ置かれてるのかな。よし、あとはエクストリーム。辻持さん、曲面解釈違いを気持ち自由部なのでお気持ちにしてくれます。もうマジで今あのグンデラさん、あの本当にあの同じ気持ちになってると思う。いや解釈違いですよ、もう。まあ、ただ曲はいいからね、何回もやっちゃうんですよね。寿司持ちさん、あの全校生男が全校生男。いやー、うそー。マジで楽しみにしてたのに。いやまあまあ曲はいいのでまあね。いろんな音鳴るからこのゲーム。
しゃあない。スティック叩く音もラックスノーさん、リムショットの音だったのか。あれ、リムショットなの？スラブさん、私も好きな半券が入った時にゲーム的なアレンジ入っててこれじゃない。思ったのでわかります。なるほど。マジ？リムショットなのあれ。なんかリムショにしてはちょっと音高くない？ねえ。あ、いつもありがとう。さあ、いつもありがとうございます。嘘！あ、じゃあまあまあ。自分の勘違いだったらもうそれはしょうがないと思うけど。昨日とするよね。いや、する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 。いやー、明確な答えわかんないから。わかるはわかるな。うん。そう、リムショットならわかるはわかる。そう。もうそれだったら、もうこんな風に言っちゃったけど、まあ、自分の勘違いでした。すいません。もう、100回やります。ってなるけど、嘘まあもう、永遠に謎のままですね。まあ、曲は好きなんで、これからもやりまーす。はい。いやー、にしてもちょっと、へこむな。はい。じゃあ次に楽しみにしてたシーサーミラクルやりまーす。もう大好きなんすよ、これも。サントラで、めちゃめちゃ決まりましたね。あ、それ好きそうな曲。いや、これね、めっちゃ好きです、もう。マジ大好き。いいね、いい譜面してる。結構びっくりした。69m エガゴムグエヌテインド AR オアキさんハートカオカオハート。69m エガゴムグエヌテインド AR オアキさんカオハートカオ。69m エガコムグエム、テインド AR、オア、キさん、カオ。何が起きてる？あー、楽しい！ゴーちゃんさん、スパムが。スパムかよー。勘弁してくれよな。はぁ、あ、玉尾さん、報告 OK。 あ、助かります、ありがとうございます。これ僕からもできんの？これ報告、これね、何スパムか、これね。はい、さよなら。こうちゃんさん、とりあえず配信からブロックしよう。オッケー、もう、やってきました。69mエガ、MWAMT、TO、FIND、LOVE A、怖え！カオハート。69mエガ、MWAMT、TO、FIND、LOVE A、3、カオカオハート。69mエガ、MWAMT、TO、FIND、LOVE A、めんどくせえな、ほんとに。あ、でも、シーサーミラクルでちょっとだいぶほぐれたんでよかったわ。曲を選んでください。玉尾さん、行った瞬間に来るのは草。焦るぜ。こんなもんでいいですか？はい、もうねー、人様が楽しく配信してるところに嫌になっちゃうね。はい、あ、これはいい譜面、いい譜面だった、よかった。じゃあ、あともう順番に参りたいと思います。前もコレクテルもあって、下手するとやってる方がバンされるから気をつけろってありました。あ、ほんとに？そんなことあんの？あ、
でもなんか聞いたことある、なんかアイコンがなんかやらしいとそうなっちゃうらしいですね。何を選んでね。いやーついにバンされる時が来たか思ったより早かったな。さあこの曲もなんかタイトルだけは知ってる。はい、あ待って、ちょ怖い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 、ちょ待って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 、シャマオさん、バンされる要素あるなら絶叫くらいでしょ。確かにそう。ちょっとどこどこ曲ほんとやると左ペダルどっか行くのよ。曲を選んでください。もう一回。何を選んでね。マジでやめてよ。はい、寿司もちさん、これ曲めっちゃ好き。もう音がかっこいい。マジで踏めない。マレッカさん、できんどころかバン食らうのか。もう今イエスなもできん食らってるからね。かっこいい。おお急に。マジで踏めないんだけど。サビかっこいい。いや、ほんとどこどこ不便は、でも楽しい。でもスピード的には速くないはずだから、これぐらいはちょっと踏めるようにならないと今後が心配ですね。息が切れる。ちょっと A まで頑張ろう。 8.45 なんだこれ。諏訪さんの声元気出る。出る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 。もう最高。でも久々に聞いたわ諏訪さんの声。さあ、大影橋やるか。何を選んでね。いや、なんかまったりできそうな予感。難易度的にも。こうちゃんさん、あと見たとここれと3つくらいはどこどこ名なる。マジか。頑張ろう。なるほどね。もう、良さそうな感じ。ああ。いいですね。おお。
長くない？お。なんか珍しい曲展開。お。爆発よ。あ。もう完全に終わったと思ってスティックこうしてたから間に合わなかった。めっちゃいい曲ですね、これ。これポップにこんな曲あったの知らなかった。マレッカさん、爆発落ちなんて最高。今日がそがれる音してましたね。スラブさん、名曲すぎる。いい曲。これなんかロングとかもあったりするんですか？なんか作りやすそうな感じがする。あったらちょっと聞いてみたいですね。ラックスノーさん、ロングも最高。あ、あるんだ。聞きまーす。あ、しかもこの曲。こうちゃんさん、最後の部分が本来ロングのとこ。あ、そうなんすね。うわ、じゃあもうマジ聞くしかないじゃん。バックアルバムにロングありますね。え、あの音楽のやつですか？え、あったっけ？ちょっと待って、思い出せない。あれ？ちょっと配信終わったら答え合わせします。マッカチン企画好きなんですよ。ただこの曲はまだ知らないはず。もう良さしかない。こうちゃんさん、音楽にあります。やば、音楽持ってるのに。多分なんか聞いてた当時は多分なんかあんまピンときてなかったのかもしれない。当時の好みというか。オラジャみたいに最後のノート作ってきたらこうスーってシャッター降りてきてほしいわ。これもいい曲ですね。譜面もこれなんかすごい叩き合いある、なんか無理ある譜面じゃないからいいですね。ちょっともう一回やっていい？マッカチン企画大好き。大好き。あのタイトル忘れたけど、あの公募企画の時の曲が好きですね。スノーさん、公募が今の曲や。え、嘘。もう今日の春休みダメかもしんない。あれ、回る回るじゃなかったっけ。あれ、今日はダメすぎるわ。
ゴーちゃんさん、流れ星ソニックがコードじゃなかったっけ？らしい。あの、なんかの曲と勘違いしてるわ、自分。スラグさん、自分が記憶違いしてるかと思った。おお、なんてお恥ずかしい。にわかポッププレイヤーであることがバレてしまう。あのスキル乗ったわ。あれ？クリアレコード。じゃあ、あれは誰だ？ちょっと待って、配信終わったら調べるわ。やったー。いや、これはもうめっちゃ美味しいですね。フルコンまでは、あの、頑張りましょう。あー、あれ？もちもちもちさん、なんか出た。ええー、曲を選んでください。ルーザーマレッカさん、I&39M、ロシア待ってる。もう、あの、今日それ解禁するまでは、あの、頑張ります。アンコールコンクエストねやるか、せっかく。ゴーちゃんさん、アイムアリーバーじゃなくてまだそっち終わってなかったのね。そう、まだそっち終わってなかったのよ。あの、配信以外で基本やってないからさ、もう少しちょっと、ドラマ配信も増やしたいですね。いや、それよりも今、あの、BMS とかですごい面白いから、なんかそっちばっかやっちゃうんだよな。はぁ、酔い好きアゲハさん、うおー、はぁ、アゲハちゃん、さっきお疲れ様です。好きなのにメリメアラウンドかしらね。あ、それ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 で、そしてこれがあの、マッカチン企画じゃないってオチでしょ？この流れ。意外と生きてる。あー、むずい。酔い好きアゲハさん、鬼姫だけ栄養に難しいのやめてほしいです。それそれそれ、あー腕がちぎれる。リメリメアラウンド調べたらマッカチン企画でしたね。あ、よかった。これで違いますって言われたらもう配信やめるとこだった。やりたいこの曲。酔い好きアゲハさん、楽しそう。クリアレコード。ああ。ところがどすこい。楽しくないんだな、これが。めっちゃ楽しそう。マレッカさん、我々は楽しいです。もう、もう完全に存在、忘れてたからさ、これ。
リザルト飛んで、あの、シャーンってあの音が鳴った時に、わ、もうルーザー解禁したんって思ったらこれよ。もうですわ。完全に。もう多分一生やんないと思う。リクエスト来ない限りは。ゴーちゃんさん、スコアチャレンジがそんなすぐ終わるわけ。だよねー。そうか、今回スコアか。ちょっと、あーずっとだ。ちょっと丁寧な暮らしをしていこう。丁寧な暮らしで、ちゃんとパーフェ率を上げていきましょう。ちょっと、息が切れる。もう腕今一本失いかけたよ。怖い。なんかあんまない譜面のタイプしてる。むずくね？わぶつけ！うわ！最後むず。待って、新しい譜面。この曲の練習曲これしかないでしょ。むず。7.9？ いや、8あっていいんじゃない？曲を選んでください。まあ、いい曲には変わりない。もうこれね、大変な曲ですよ。何を選んでね。いくぜ、むっちゃん。譜面は忘れました。こっちめっちゃ降ってこなかったっけ。おお、なんか繋がってる。何これ。両口アゲハさん、なんか聞き覚えあると思ったらリオラられるんだった。なんで？わ、S でそうだし。リオラられる。猫また出ししゃあない。初めて聞いたそれ。
ディオラレルっていう酔い好きアゲハさん、うまやったー、なんかもう多分次できなさそう。はぁ、しかしいい曲。曲を選んでください。譜面は辛い。さあ、空積み何を選んでね。いきましょう。これ何カモ、カモなわけねえか。先がカモの曲書くわけないよな。いきましょう。酔い好きアゲハさん、猫又といえば。ちょっと待って、多分省略された気がする。ダックスノーさん、空隅の日よと。ひ、うん、日、何知らない生物の可能性が出てきた、ここで。おお、声が良すぎるわ。酔い好きアゲハさん、デイドリームですね。マレッカさん、今回の収録にあたって朝木おじさんが頑張っちゃった曲。これそうなんだ、いつも気合が入ってんの。あ、手順間違えた。マレッカさん、物語中の子供が成長して大人になった後、僕は元気でやってるよって泣き母にお手紙を出すイメージで新しい。マレッカさん、人生でプロテクションって感じで、なかなか趣深い感じになったので、この曲知ってた方はのんびり楽しんでみ。そういう背景があるんだ、いいね。これも曲なんかすげえ長い気がする。2分半ぐらいだ。マレッカさん、空隅のピヨスケですが、思いつきで何十年も前のアルバムの元データ引っ張り出してきて勝手に初期編集して、ラックスノーさん、18年前の曲のソロが差し替わってる。あ、そうなんだ。なんかリマスター版みたいなってこと。猫又といえばデイドリームですね。だからちょっと世界線ちょっとずれてるのでは。曲を選んでください。パラレルワールドの住民説ある。空隅の日よと読みだ。えってあ、そのソロがそのイメージなんだ。なるほどね。へえ、じゃあちょっと違うんだ、ポップに入ってるやつと。あ、それ知らなかった、すごい楽しい。いい情報ありがとうございます。ちょっと水を飲ませて。やーばいやつ。酔い好きアゲハさん、グレイスちゃんギタドラに入りませんかね。あ、なになに、グレスちゃん、あのボルテのグレスちゃん。だグレスちゃんのなんかテーマソングみたいなのがあるの、実はあんまりよく分かってないっていう。なんかなんちゃらスカイ。もう忘れすぎてるわ。酔い好きアゲハさん、わかんない。わかんないんだ。なんだろうね。でもボルテ曲とかもね、もうガンガンなんかそれっぽいやつ入れてほしいですね。ラックスノーさん、初出朝日アルバムの曲だからポップン版も切り出しなんだよね。あ、そうなんだ。ゲームからじゃないんですね。後から入れたみたいな感じなんだ。へえ。
なかったけど、カメリアじゃん。顔でどこどこ踏めんの、やばくね、これマジでしんどい。ああ懐かしい、この曲は覚えてるわ。なんかあと待って、いかつい曲名しかない。まあマナーはまああれだけど、全部8以上なんか。あ、これは違うか。あーやっていきますか。何を選んでね。あーもう、あと1曲どこどこがあんの。さっきのこうちゃん情報で言うと、いきましょう、これですわ。クイント1.03、こんにちは。クイントさん、こんにちは。いつもありがとうございます。ポップンパックでございます、今日は。でもうだいぶ疲れてます、全部カメリアのせいです。こうちゃんさん、確認してないやつにいるかも。やだよ。クイント 1.03、 ゲーセンでダンスらしながら見てます。ダンスらしながら見てるの。ダンスらもやられるんですね。やってみたいですけど近くないんですよね。ぜひ楽しんでくださいね。マレッカさんって金食らってるから。バレた。もう高架中のゲーセンで金食らってるから。一冊を熱唱した罪で。でもいい曲、譜面はちょっと難しいね。なんかアクター特有のリズムの取りづらさしてる。タブ回しは気持ちいい。選んでください。さあ、お、え、吉高なんだこの曲。何を選んでね。
え、このスラグさん、小説線が変態的すぎる。やりながらやべーって思いながら見た。もう変態ですよ、完全に。マレッカさん、マヌは良すぎる。もうフロアタブ見えた。いいイントロ。音が気持ちいい。マレッカさん、ドアの停止もクソ停止じゃないから許せる。めっちゃかっこよくない？もう。お。うわ、待って。めっちゃかっこよくない？うわ、超好きこれ。いい食べ。お。マレッカさん、もう10年前の曲だぞ。あ、そんな前なんだ。あ、DDR の停止？ちゃんと曲に合った停止ってことね。それなら安心ですね。これ知らんかった。めっちゃ好きこれ。音源買おう。曲を選んでください。超かっこよくない？スラグさん、ポップ20の頃も人気曲だった印象ですね。20ってそのエクラルとかその時そのあたりでしたっけ？なんでやってなかったんだろう。ファンタシア。あ、ファンタシアか。ラックスノーさん、ファンタシア。そうなんだ。いや、知らなかった。ちょっとあの時戻りたいわ。いや、なんかこういうのを知れるのもまた。ファンタシア、ありがとう。こういうの知れるのもまたね、こういうパックのいいところですよね。いや、ポップンライブリーやってる人たちもさ、出たよ。リカ A、ダブル A、ホーンさん。おい、もう今日過ぎやがって。ほい。タイムアウト措置したからしばらく出てなかったんだ。はい。で、話を戻しまして、ライブリープレイヤーでギタドラ知らないよって方もね、早くタームレパンダを一生やってほしいですね。タームレパンダめっちゃ好きなんですよ。わ、いかつ。おおお、遅い。の感じでもう良かったのに。でも曲かっこいい。マレッカさん、今日配信の楽曲パックどの機種もやべえのよ。めっちゃえぐい。大関係。
楽しいわ。どこどこじゃないので。マレッカさん、これがハーモニアと同じレベルなんですか？ありえねえ。かっこいいけど、超しんどいわこれ。そうだ、 8.40 で困った時につけるやつ。あ、ペダルも持ってきたし。両引きアゲハさん、かっこいい。ね、めっちゃこれ活かしてますよね。自分のプレイングと声で台無しにしました。さあ、わあ、春菜場さんじゃん。春菜場ラーメンでおなじみの。たまにあの診断やりたくない、春菜場ラーメン。春菜場ラーメンって何？さあやりましょう。わあ、なんか完全に偏見だけど、スネア細かそう。いきまーす。マレッカさん、ダンスラで思い出したけど、音楽のコスモリミって何？そんなんあんの？うわ、待って、めっちゃ出だし好き。あ、なんかイメージ違う。いいね。あ、え、想像の10倍くらいだったエッチな曲だった。むずいし。マレッカさん、アバターニッコニコ。でしょ。ザックスノーさん、サリボのエッチさヤバい。もうこの時点でエッチなんですけど、サビ後もいつだろ。お、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 なに、お、お、なにこれ。38キロさん、エッチなゲームをやってると聞いて。やったー。マレッカさん、あーって様いけません。これはエッチですね。むずい。うわっ。8.1 じゃねえんだこれ。むずい。マレッカさん、最後のなん、なにこれ。38キロさん、最近の 8.10 は難しいですね。コウちゃんさん、なるほど、これが 8.10。 宮城さんもコウちゃんもダメダメ、あの信じてダメ、あのダーツで決めてるから。ルーレットだっけ。スラブさん、最後やりたい放題すぎる。うん、 8.10 じゃないんだよな、マジで。まあ、むずいって。ただエッチなので OK です。ただエッチなので。マレッカさん、なんならコックリさんまである。コックリさんに何色聞いてんの。曲作るたびにいつものやつお願いします。コウちゃんさん、ハーモニアは 8.40 だし、ジョウロ姫は 8.10 だし、おぼろガツは 8.80。 もちもちもちさん、腕持ってかれろ。マジで腕持ってかれろ。逆らえないですからね。まあならしょうがなく、もうじゃあ誰も悪くないわ。誰も悪くない。もうちょっとスネアをこっちに寄せよう。はい。さあ、パック曲も残りこれだけになりました。早いね。いきましょう。コウちゃんさん、公式が 8.10 ならまあ 8.10 だし、ミックスナッツは 7.80。 なんかミックスナッツ新作でめっちゃ上がったんでしょ。
お、マジ久々に聞く、嬉しい。こうちゃんさん、8.80 になりましたよ。上がりすぎ。お、あー大好き。酔い好きアゲハさん、飛び切りデイドリーム 9.99 にならないかな。あれ 9.99 でもいいよ。むずいよね。ここもエッチですわ。うわむずい。わあ、ポンだからしゃあない。マレッカさん、ポンはエッチ？そう、ポンはエッチ。間違いない。うわ、うずっ。38キロさん、虹色遊園地マスターの初出 8.00 思い出した。現在 8.80。マレッカさん、ポンポン。遊園地もすごい。何も今口含んでなくてよかった。小学生なのでもうこういうのめっちゃ大好きなんですよ。もっとお願いします。虹色遊園地38キロさん、福尾優里。そういう、そしてすっぽんぽんへみたいな。お風呂に入る前の渡辺大地みたいな。虹色遊園地は初出 8.8 だったんですね。まあ、あの曲もう出落ちがすぎる、マジ早い。個人的になんか思い出っていうか覚えてるのはもちゃちゃですね。エキサイティングもちゃちゃ、あれもうやばいでしょ、上がり幅。さあ一通り終わりましたけれども、いやー、もうこっからあとアイマルーザーを出すな。38キロさん、もちゃちゃはギルティ。もちゃちゃマジやばいっすよね、ほんとに。おかしい。まあでも、めうめうだからなーで。もう片付けられるから。ねえ、得してますよね、ほんとに。なんかやろう。じゃあ、パーフェクトだっけ？38キロさん、これができたら初段目を打って取り。だだだだ。あ、ちょっとこれ頑張りたい。もう初段どころじゃないんだよな、本当に。38キロさん、発表初段かな？そういうことか。エグゼさん、ハルガスミさん、待って、ちょっと待ってね、なんか伸びそうな気がする。ああ。
好きアゲハさん、悲鳴で寿命が伸びた。うわあ！無理マジで。クリアレコード。いやあ、S いけそうだけどな。対象に入っちゃった。あ、そして深見さん。見に来てくれてありがとうございます。お仕事お疲れ様。大賞入ってなかったよねこれ。酔い好きアゲハさん、うまやったマジちょっと S 乗せたかったけどね。あ、大賞入ってたかこれ、もともと深ピー、エグゼさん、高すぎですよ。いや入ってないわやったいやちょっと S 出すのはね、ちょっと頑張りたいですね。あー、というわけで、あ、待って、スクリュードライバーもちょっとちゃんとフルコンしましょう。フルコンできなくてもあのパーフェクト率上がるから、稼げるからいいですね。アイムアルーザーに一直線ですよ。ゴーちゃんさん、アイムアルーザーもう出たんです。38キロさん、ドラムやりたいけどホームのゲーセンのモニターが終わってるのがつらみつらみつらみ。エコーかかってる。発色が悪いとかそういう感じですかね。フカピー、エグゼさん、ニデラもギタドラもまだ新パックの曲の難易度分かってないからワクワクしてます。お、楽しみですね。今夜配信ですよね。楽しみ。LP 君がどっか行ってる。耐えてくれ。あなんでどうして。マレッカさん、耐えられなかった、ノールプもうクリアレコードずれすぎなんですよ、本当に。いやあ、ちょっとこれってあれ、チャレンジの進捗ってどこで見られるんですか。だってキーメニューどこで見られるの。ちょっと待ってね、よいしょ。ないな。どこで見られる、どこで見られるの、いまだに知らないんだけど。この辺とかない、ないか。なんかいつの間にかなんか解禁しちゃうからまあドキドキっちゃドキドキですけど、なんかやろうとしたんですよ。あ、そう、証拠にもなくまたひまパンケーキメイキングやりたいなと思ったんですよ。証拠にもなく、いや本当にあの離節したんでもう便利な言葉すぎる、離節大好き。こうちゃんさん、あれで見られないかな、ホット対象とか確認するとこ。あ、そこちょっと後で見ますね。曲が好きなんでこのままやります。めっちゃ綺麗。これベーキングパン
ーダーじゃないわ。可愛いわ。それに問題はちっちゃすぎるし。大好き。もちもちもちさん、そういやバイキングパウダーって何？これはね、もうみんなわかんないなんだろうな、普通になんか使えそうな感じするけどね。S は乗るけどさ、ラックスノーさん、一夜の奇跡を聞きたくなる季節、奇遇ですね、ゆきさん。深ピー、エグゼさん、自分も聞きたんだところなんですよ。ユキさんのトリック A、トリックの難易度に笑いました。あ、トリッキートリック。お前レベル10なんか。え、嘘。あ、トリッキー、行ったんだっていうのと。え、10じゃなくないか？いや、12でしょ。レジェンダリアに期待しよう。やろうね。早くパック1だっけ、あのロング入ってるやつ買わなきゃね。あ、解禁状況見るって言ったのに忘れてた。もう一生好きですよ。素晴らしい曲ですよ。深ピー、エグゼさん、春霞さん、楽曲パックボル1はまだですか？ロング版が欲しくないですか？これね、マジ買わなきゃね、マジで。やっぱパック1で間違いないですね。いやーもう本当にもうこの曲マジで好きなんだから。ラックスノーさん、ロングのお兄ちゃんパートで絶対泣いてしまう。そんな感じなんですか？そう、あの初めてその深ピーさんの配信で聞いた時、ちゃんとあのセリフまでは聞き取れなかったんで、楽しみ。ちょっと待って、あのお恥ずかしながらなんですけど、あのスキル対象とか見れる画面ってどうやって出すの？上に書いてる？なんか点キーで出すの？あ、ついでなんでお気に入り登録しとこう。はい、深ピー、エグゼさん、レフトシンバル、もちもちもちさん、初めて知った。パソコンならタブキーかな。初めて知りました。うわ、ふみさんありがとう、もまつさんありがとう。それどうやって出してんだろうってずっと思ったんだよね。あ、もうちょっとじゃん。酔い月あげはさん、ご飯作ってくるはる。はい、マレッカさん、この後食べに行きます。
ヘルプボタンないんだよな。作るか。ラズベリーパイで。この後食べに行きます。お疲れ様です。なんか、じゃあ店員内の、店員内のちょっとまったりやって、ちょっとがっつり稼いでから終わりにしましょうね。終わりにしましょうかね。わあ、ちょっと、ああ、待ってー、マレッカさん、ワイリーズボーナスをドラムにもくれ。ドラムセットこう持ち上げるの。ドーンドーンドーン。はい、捜査一課。何？わかった。もう大好き、もうこの曲。あっ、スラブさん、無情の推しありがたい。ありがとうございます。ザックスノーさん、無情の推しは電話の音を叩けるから神。そうなんだよな。恋のダイヤルみたいな、あれも叩けたよ、確か。もちもちもちさん、プログラマブルキーボード買ってヘルプボタンの代わりにしましょう。まあやっぱそれですよね。マレッカさん、このムービーのうち一人の名前を答えさせる問題が出るべ、マニケン性怖い。むず、知らない。ニッチすぎる。ニッチじゃない、オカルトか。カルトもんですね。玉尾さん、自分がこの間出したスターの恋人の時間同時以上にエグい、笑わない。スターの恋人の問題とかないんですか。ももちもちもちさん、ひまわりパンチのメンバーならわかりそうだけど、笑。確かに。でも未だにまだ自分は知らないんですよね。最近この時代にようやくひまパンにハマり始めた問題がある。あ、やっぱあるんだ。いやー、ちゃんと抑えどころちゃんと抑えてますね。ラックスノーさん、こそ中村のギターいいよな。そう、また外注で曲書いてくれてええんやね。あのギダドレイドの放送開始の西暦答えさせる問題あります。なんか音響戦記ギダドレイドみたいなやつ。どうしようかな。ノーツーだからたっぷりあるやつやりたい。マレッカさん、ケイコ、ミー、ロベの力士の名前問題もあるよ。知らねえ。難しくない。エグゼさん、え、これ空婚してるんですか。やばすぎますね。なんかね、できちゃった。玉尾さん、フッツップの見やすさに慣れるとこなすての選曲画面も更新してほしいなぁと思う。合わせ、ちょっと後に出すね。これでもフル婚してるんですよ。今回ボロボロだけど。ゴーちゃんさん、パグアップはどの難易度選んでるかよく見えないからこっちの方がいいなぁ。玉尾さん、これフルコンはうまい。マレッカさん、フッツップの選曲画面での選曲難易度わかりにくくないです。玉尾さん、そこだけが不満。後で見よう。
しいよね。ファースアップ、玉尾さん、名アレンジ。これね、ほんといいアレンジ。もう気持ちがいいし、東京アクティビニーツ、どっかの配信でも言ったけど、普通にオリ曲出してほしいわ。コナステの選曲画面も更新してほしい。ファズアップ見やすいんですか？どの難度選んでるかよく見えないからこっちの方がいい。ああ、そうなんだ。いろいろなんか意見があるっぽいですね。選曲画面での、選曲難易度分かりにくくないか。なるほどね。まだできてないんですよね、自分自身も。最寄りのギタドラ筐体まで50キロなんで。曲を選んでください。もうちょっとガンガンやろう。あ、なんかリクエストください。何でもやっちゃうよ。ちょっとフルコンしたいですね。マレッカさん、できんではない。大丈夫。また新しいとこ探しに行かないと。エグゼさん、あ、ミデラには移植されてないムービーがある。69メートルか。これ。この辺で、AO、インド、ログ A、3。69メートルへか。うるせえ。この辺で、AO、インド、ログ A、3。ハートハート。69メートルへか。コムダブル A N T、AO、インド、ログ A、3。ハートハート。曲を選んでください。はい、ヒヨジになったら多分大丈夫だと思います。もう今日がそがれるわ。マジでちょっとやるか。もうやめてくれよな。マレッカさん、わ、よ、わ、よ、あ、よーか。着実のせい。出ました。楽しいよね。マレッカさん、レオナやギタドラにも提供してくれないかな。それなんかアーティストの名前ですか。なんか文字列はなんかすげえ見覚えあるな、それ。フカピー、エグゼさん、移植されたオボロツキーが気になります。スラブさん、そういえば有名楽曲パックは買われたのでしょうか。ヨイズキアゲハさん、ラゲの人。あ、待って、ボリューム3の話、有名楽曲パックって多分ね、今言われて思い出した。買ってない気がする。買ってないわ。買ってない。自分としたことがまだ買ってなかったっす。あ、レイジの人、
移植されたおぼろ月。おぼろ月ってやつあれ、ポップンに行った方、玉尾さん、血で2曲歌ってましたな。あ、そうなんだ。はい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 、その0時ね。あの、マッサンのやつね。いや、欲しい欲しい。かっこよさそうっすよね。ちょっと待って、もう何するかすげえ迷う。あっ、やってなかった。やりましょう。やっぱこれやんないと、配信で1回はこれやんないとね。マレッカさん、定番それもうまったり行きましょうや。玉尾さん、ギタドラと E ドックスのコラボパック早くって一生言ってる。スラブさん、助かります。夢がありますよね。あ、よかった。もっと助かってくれ。決めるのはやってっか。玉尾さん、一番の推し曲。わかる、自分もそう。ギタドラで一番いい曲。そういえば、この前買った。パックはまだ全部できてないからね。やりますか。パフェを意識しようね。玉尾さん、中&急のシステム BGM、 これのアレンジなので好きです。ラックスノーさん、そういやポップンからでともすけ一曲もなかったな。そういえばそうかも、言われて気づいた。確かにね、意外。ここで、あの前も言ったけど、ここでサビに行かないの好き。玉尾さん、最近ともちん音ゲーに曲書いてないから。そうか、みんなあの新しいチャンネル登録しましたか、ともすけさんの。玉尾さん、速攻で登録した。で、自分もそう。音楽理論のこと全く分かんないけど面白い。あそこむずくね。玉尾さん、これも生歌よかった。いや、マジ羨ましい。いや、聞いてみたい。ラックスノーさん、もろ出し OK みたいな曲くれてもええんやで。ポップ、もろ出し OK。 玉尾さん、これじゃねえ悪く、ミス、用とか。ちょっと待って、玉尾さん、なんだその曲、わらわら。恋波動かな、多分。もろ、もろ出し OK。 ももちもちもちさん、略し方雑すぎる、わら。玉尾さん、アーシノブズの時に移植されたやつか。もう小学生だから一生笑ってられる。もろ出しオッケー。ああ面白い。今日のすっぽんぽんといい、キレキレですね。ほんと楽しい、この譜面。
もう字面でも面白いわ。もう多分一生笑って言われますね。曲を選んでください。はい、マレッカさん、波動方程式のことか今わかったわ。玉尾さん、理系ポップがこんな言われ方しないとは。マジ大好き。ちょっと待って、前回買ったパックって何でしたっけ。 11じゃないな。あ、普通これだ。15買ってやってないけどめっちゃあるねみたいな話だったね。それはあ、その前ちょっと見かけたんでこれやります。マスター、何個を選んでね。はい、お、なんか真ん中すげえ難しい。マレッカさん、あー、エッチ。ね、エッチ、ほんとに。新曲も良かった。あ、新曲、あ、そうかそうかそうか、ファズアップで下ろしてるんだ曲。うわー、聴いてみて。曲を選んでください。いや、絶対いいでしょう。こうちゃんさん、そういえばトレアチェリーがやっとドックス解禁されたので遊べるようになって嬉しい。マレッカさん、ワザップ、ワザップ、ワザピー、ウグゼさん、この曲の後に I&39M、女性やると寂しくなりそうですね。確かにそれは思う。あとどんぐらい？あー、まあ言うたらまだまだありますね。はい、じゃあ。ラックスノーさん、待って、そらそうまだやってないんですか？あ、エウロパだっけ？多分ね、まだやってないと思う。やってなかったっけ？え、やった記憶あるんだけどな、でも。おい、っていうコメントが来るってことは多分やってないんだろうな。ラックスノーさん、さっきの曲の下に。あった？玉尾さん、I&39M、ロシア割と曲かっこくて好きなのに。わら。そうなんですよね。あれ？フカピー、エグゼさん、そらそうしてない。リフレクの神曲ですよ。え、あれ、普通、え、クソ、え、あった今。空想のエウロパじゃないの？ありました？あるわ。こうちゃんさん、それなんだっけ？そうそう。そマレッカさん、いつもの。あははは、玉尾さん、粗相したな。フカピー、エグゼさん、あるわ。やってしまいましたわ。じゃあ気を取り直していきましょう。なんてしみるイントロなんでしょう。
おお。初めて聞くよ。わ、マジかっこいい。やっぱやらなきゃ損ですね、本当に。曲を選んでください。11のやつ。田中さん、朝日っぽいと思ったら朝日だった。そう朝日だった。これ知ってるからな。あ、11じゃないか。やろ、さっき15つったっけ。15か、15ですね。じゃあここからやっていこうか。あ、何を選んでね。これまた朝日さんじゃん。さ、行きましょう。フカピー、エグゼさん、何か娘が踊ってました。ツイッターからどうぞ。見る見る。ももちもちもちさん、あさきの世界もう一度行ってみたい。こうちゃんさん、これはボツくんパックで行ったな。たまおさん、やったことのない曲やるのは音ゲーやる楽しみの半分以上を占めるって言われてるよ。言われてない。言われてなかった。昔はい、新曲楽しみやな。今はい、知ってる曲しか勝たん。マレッカさん、わかる。私の世界なかなかに狂っててよかったよね。自分もね、そんな感じなんすよね。いまだにあのレジメントとかもリプレイ曲めっちゃありますもん、まだ。こうちゃんさん、今作のセンチメンタルと同じコンビっぽい。パレットナイトクロウ好きすぎる。聞いてみたいそれ。楽しいなこれも。ボルテやってると新曲多すぎて溺れてしまう。そう、こうちゃんさん、また恒例の15秒タイムやりましょう。15秒タイム、あの聞くやつ、バレットナイトフロー。ちょっと待ってね。どれどれ。曲を選んでください。スラブさん、最近新曲前やる。知ってる曲でのアップで疲れてしまって辛い。こうちゃんさん、パレットね。あ、パレット新曲はやるし、アップで使えてしまう。いやもうほんとそれめっちゃわかりますね。こうちゃんさん、弾丸になっちゃうね。バレットナイト。あ、これね。たまおさん、それもしかして年。
ラックスノーさん、お台場の施設名、今年の夏取り壊しになった。マレッカさん、やめろ。あーもう、これ 100% いいやつですよ。ちょっと、配信終わったらちゃんと聞きますね。それもしかして年、やめろっこうちゃんさん、ありがとうございました。これはもう、最高のやつですよ。あ、グックル。わーグックルスワヒーデオ。いいですね。さあ、行きましょう。あ、なんか長い。こうちゃんさん、出たタイムリーな曲だ。これ?エンジニタスみたいにジャケットとプレビューだけでも先にダウンロードしておいてよく。何の曲これ。めっちゃなんか人の手が落ちてるんだけど。マレッカさん、絵描き歌。絵描き歌だろ。さん、絵描き歌です。何を書いてんの。あ、最後に分かるの。マレッカさん、曲名が絵描き歌。え、嘘。ちゃんと見てなかった。タマオさん、絵描き歌ですな。ももちもちもちさん、絵描き歌なのに男気すごい。確かに。ね、タイムリーでしょ。タイムリーだった、完全にようやく B が鳴った。マレッカさん、まあこのコンビが締めた曲ですよ、そりゃ。そうですよね。あー無理、踏めない。あ、ほんとなっちゃった。前半のメタリカの空耳っぽさ好き。ほんとに絵描き歌って書いてたわ。あ、いや、待って、だいぶ疲れてきたよ。まだでしょ。あ、もうちょいじゃん。さあ、ああ、ゆうや。うわ、またむずそう。まあ、頑張りましょう。あ、ジャケットかっこいい。あら、こうちゃんさん、この時代には珍しい遅い感じの曲。たまおさん、あ、好き。うわー楽しい。9メートル上が、84%、イッツ、リサン、ハッ、てめぇ。69メートル上が、コム MA、わら、アイ、84%、なんやべぇ、リサン、ハート、ハート、カオ。69メートル上が、コム MA、わら、アイ、84%、イッツ、リサン、ハート、カオ、カオ、ハート。お魚すぎるだろ。
さん、チャットできるの5分以上登録してる人とかにした方が良さげですね。ですね。うわー気持ちいい。うわ楽しいわこれ。あーこりゃ楽しい。いやーもうちょっとこれお気に入りのとこ。ふかぴー、エグゼさん、いい女の子いるよ。女性アバター配信者に対して。こうちゃんさん、ゲスト、そういえばやってなかったですね。あ、そう、ゲートツアーね。そう、やってなかった、やってなかった。知らない曲だからなーって。たまおさん、女性でも女性好きな方はいるから。あ、そういうそういう感じか。まあしゃあないかそしたらまあしゃあないか。あ、激レコだ。犬神京子さんってなんかあれ別名義ですか、誰かの。わからない。この曲で出るんじゃない。マレッカさん、犬神サーカスドン。何、犬神サーカスドン。こうちゃんさん、シコシコラーな和風シリーズ。他にもあるんだ。ラックスノーさん、犬神サーカスドンって昔からの VK バンドのボーカルだよ。そうなんだ。こうちゃんさん、あ、そのこと知らなかった。情報ありがとうございます。あー、ふかぴー、エグゼさん、関係ないけど犬神サーカスドン、めっちゃ久しぶりに聞きました。わらわら。たまおさん、ギタドラたまにとんでもないところからアーティスト引っ張ってきました。こうちゃんさん、この組み合わせ今作にもいます。おお、すごい。ああ、転調した。いいね。気持ちがいい。マレッカさん、確か歌番にも出たことあるぞ。あ、そんなレベルで。わ、怖そうなんだ。あー、この方はちょっと知らなかったですね。こういう方、あ、出たー出た出た出た。また口からムーミン振りかけ出しちゃった。あー、やろやろ。写真撮ってやろ。いやー。玉尾さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。玉尾さん、これから50回。もう、大学の頃の栄光ですよ、50回は。今もう50回する体力なんてねえ。ちょっと待ってね。玉尾さん、 8&7 からの通常曲なのにこんなプレイされてる曲もなかなかない。ふかぴー、エグゼさん、犬神サーカスドンでした。ムチでした。玉尾さん、ウソ Q&8 だ。あー、ルーザーね。もうやっぱ季節関係ある曲だとやっぱそういうの結構ありがちですよね。あの2月5日は鬼子の日とかさね、愛されますよね。さあやろ3回ぐらいやろうかな、とりあえず。ちょっと声なんか今日おかしいわ、すげえ枯れてる。
いやーマジで嬉しい、ありがとうコナミ。マレッカさん酒入れてないからかもしれないわ、逆に実はこの後毎週恒例の飲み事があるんで、ここでちょっと美声になって戻ってくるわ。玉尾さん、単純にこれこなす手でできるの嬉しい。それあーあっ、おマジ大好き。これでこなす手番ギタドラもクリスマスの季節だけ選曲ランキング1くらいになれますね。いけますね、これは間違いなく。玉尾さん、タルモクさんドラマーだから楽しい譜面になるのはそう。あの方ってもともとドラマーなんだ。初めて知った。お下手くそすぎる。今の気持ちいいよね。もちもちもちさん、そういえばこの曲と対になる曲ってありませんでした？ハッピーマンかな。だいぶ昔の曲です。スラグさん、色褪せない名曲だねえ。もう何回やっても最高ですよこの曲は。玉尾さん、あったかな。え、そのハッピーマンとアイバルーザの話とかじゃなくて、普通にこの方の。マレッカさん、敗北者じゃけえ。俺たちがクリスマスソングにしました。フカピー、エグゼさん、ビクトリーかな。タツミさん。こうちゃんさん、この曲話題になってるのは知ってたけど曲初めて聞きました。いい曲でしょ。玉尾さん、この勢いでムア、ボッピーも収録お願いします。あー、いいですね。入ってほしい、入ってほしい。なんかももちもちもちさん、なんかそういうイベントがあったような。こじつけかもしんないけど、あのスキルに12月24日入ってるわ。さあフルコンまでやろう。やりまーす。もうマジでもう、この曲はあの連想しても許されない。クリスマスは25日だぞ。イブとイブってことで。ご勘弁ください。フカピー、エグゼさん、ありましたね。クリスマスに2択選曲させて解禁ボーナスもらえるイベント。あ、そんなんがあったの。自分は現役の頃じゃなく、うわぁ。玉尾さん、クリスマスにこれをエグゼするまで終われまじゅう考える。スラムさん、オベアドリでフライの頃高見合い &39 ソハッピーとの2択だったような。やっぱあったんだ。おお楽しい。エグゼさん、せっかくなので一人遊びもやりませんか。酔い好きあげこさん、クリスマスが今年もありますね。どうして。あ、いやさか
おかえりなさい。クリスは今年は春が過ぎ。あの楽しかった出来事消し去る曲ですね。あれ絶対楽しかったって聞こえるよね。選んでください。続いては一人遊びもやりますか。名曲なんで、なぜなら。ちょっと待って。これほんと譜面難しくなったよね。風船さん、あなたが思うより愛していたで失恋感出しましょう。ふかぴー、エビリさん、ルーテリー、一人ぼっちもやりませんか。マスカさん、ロシアからもう20年なるの。こんな悲しい配信あります。やっていく。玉尾さん、え、マジ？ゲーセンデビューしてから20年なっちゃうけど。だよ、もう年の話すんのやめようぜ。その技は俺に引く。マレッカさん、暇パンのおかげで楽しいクリスマスあるから大丈夫。フカピー、エグゼさん、I&39MA、じゃあ、一人遊び、一人ぼっち、これで1クレいけますね。いけるいける。もう黄金ルートですわ。おう、ランダム外れて横にめっちゃ広くなった曲みたい。この曲の目さん、ジミーさんっぽい曲。マレッカさん、ドラムのランダムマジでヤバそう。地獄ですよ。うまっ、最後最後だけ。もうジミーさんもエッチですからね。バスにスベア来たら絶対ヤバくない。曲を選んでください。歓喜の歌とかさ。フカピー、エグゼさん、一人遊びして虚しくなって一人ぼっちを噛み締めるのか、一人ぼっちなので一人遊びするのか。玉尾さん、でも96ちゃんかな。これ下にあるの奇跡でしょ。懐かしい、マジで。こうちゃんさん、一夜の奇跡はかわいそう。玉尾さん、あれこれいつの曲だっけかな。これ、いつぐらいだっけ。なんか10ぐらいのイメージだけど。玉尾さん、夢を見させてあげたいということでドレアムス、イン、デイ、ミズトかな。スラグさん、V だったはずです。あ、V か。思ったよりちょっと後だった。玉尾さん、V か。さん、個人的には V4V5 くらいのイメージあるけど。こうちゃんさん、でも私地味だし、スカート丈半端だし。胃の恋組の生徒があるぞ。妄想学園の生徒か。むずいよね、この曲。あ、なんかめっちゃファンヒーターくんが
ピッピコピッピコ言っとるわ。ウィッチアクティビティか、お前は。はい。さあ、今が7時半か。曲を選ぶ。あ、ごめん、ちょっと待って、なんか。職場から電話来てた。ちょっと、失礼します。玉尾さん、電突来たこれ。ラックスノーさん、恋人いなくたって素敵な夜だね。こうちゃんさん、恋人いなくたって素敵な夜だね、を繰り返すの哀愁ある。マレッカさん、暇パンヒリアナ歌詞結構あるの面白い。フカピー、エグゼさん、そのフレーズを繰り返して配信するのやばいですよ。びっくりした。はい。マレッカさん、煽られてる。こうちゃんさん、恋人になったって素敵な夜だね。みんなして、いやでもそうだと思いますよね。いい曲、今日はちょっとこの曲で締めて終わりましょうかね。あとなんか悲しい曲ありました？ちょっと待って、こうちゃんさん、あなたが思うより愛していた。ああ、そう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 、あの悲壮感出していこうねって話でしたね。やりましょうやりましょう。いやマジいい曲なんだよな。さあやっていこう。いいね、クリスマス近いね。止まらない、このフレーズ好き。夏だった。夏の曲なのこの曲。あ、ジャケット秋だもんな。こうちゃんさん、でも一回恋愛に近づいてるだけ頑張ってると思いません？なんもないより。わかるわかる。危ない。ラックスノーさん、そしたら冬色もやりましょう。入ってたっけ？冬色ね、確か入ってなかったかな。見覚えがない。ちょっと調べてみましょうか。こうちゃんさん、冬色なかったと思う。あ、やっぱないですよね。め
じゃあ回しちゃう、タイトル順。タイトル、これ、上見づらくね？うん、多分なかったね。ないですね。よし、じゃあまあ、アイマルーさんめっちゃやったんで、そろそろ終わりにしましょうかね。じゃあ、ジャイアンの奇跡？一夜？どっち？わかんないけど。それやって、まあなんかいつものエンディング曲やって終わりたいと思います。一夜？一夜？一夜？どっち？マレッカさん、人よ。あ、人。どっちも違ったわ。ためになったね。ためになったよ。1で見れた。ひって言ってくれてんのに。あ行を見てたわ。今日はもうおしまいですね。じゃあもう一回やりましょう。マスター、マントを選んでね。マジなんか喉枯れてんだけど、どうして？今日そんな叫んでないよ。マレッカさん、叫んでない。そんな、そんなんじゃない、そんなんじゃない。投射比で。そないや。もう、歌詞を、ね、噛み締めましょうね。ゴーちゃんさん、恋人いなくたって素敵な夢だね。かしこめて笑うから。あ、でもいい歌詞ですよ。何回やっても。さあ、というわけで皆さんお待ちかね、今日はどっちにしましょうかね。いや、まあなんか悲壮感ある曲ね、ちょっと、まあ、これはちょっと悲壮感ではないけど、ちょっと続いちゃったので、じゃあ今回はあっちにしましょうかね。はい、これですよ。じゃあお疲れ様でした。はい。マジで好きなんだよな。どうしよう。マレッカさん、後半哀愁漂いすぎる。おララバイしちゃおうぜ。大好き。
なかった。イエーお疲れ様でした。ありがとうございます。マジでいい曲なんだよな。もうこの曲でもちょっとゲーセンデキンになりそう。デキンチャンス。というわけで今回もお疲れ様でした。あ、無事にアイバルーザー解禁できたんで、よし、マレッカさんお疲れ様。お疲れ様でーす。マレッカさんお疲れ様、ありがとうございます。なんかめっちゃねスパム飛んできましたけども、今日はスラブさんお疲れ様でした。めげずにやれてよかったです。あ、スラブさんお疲れ様でした、ありがとうございます。夜はまだまだこれからですんで。ETA でもね今日ありますもんね、ボルテ。楽しみ楽しみ。はい。そんなもんかな。じゃあもう年末も近いですけど、まあ、まずはクラシック。ふかぴー、エグさんお疲れ様です。配信ありがとう。クリスマス支度してみれて嬉しかった。行きましょう。あ、ふかぴーさんもお疲れ様です。配信ありがとう。支度してみれてよかった、楽しかった、ありがとうございます。あのあれボルテの配信も楽しみしてます。見られなかったらちょっとアーカイブで見ようと思うんで、もちもちもちさんお疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございます。いい夜にしようぜ。またねー。